グランドターミナルタワー元ヤワタは、千葉県市川市に所在する、住宅棟、業務棟、商業棟の3棟から構成される、超高層建築物。都市再開発事業名称は、本八幡江地区第一所市街地再開発事業。グランドターミナルタワー、奥の超高層建築物はガレリアサーラ、正式名称のグランドターミナルタワー元ヤワタは、 本八幡 A 地区第一種市街地再開発事業の外区全体の名称であり、大きな中央広場を中心とした住宅棟、業務棟、商業棟の合計3棟から構成されている。商業棟は株式会社市川ビルの自社ビルであるターミナルシティ元ヤワタアイビスであり、元ヤワタ駅、京成ヤワタ駅に直結している。本八幡 A 地区では地域コミュニティを育み、 中心市街地にふさわしい活気のある、快適で安全な誰もが安心して、暮らし続けられる、潤いのある街づくりを目指して、市街地再開発事業を実施し、2006年3月に、当地区を第一種市街地再開発事業の区域に指定する、当の都市計画を決定した。2007年5月に、市街地再開発組合設立及び事業計画が、 千葉県に認可され、2010年1月に権利返還期日を迎えた後、同年8月から本体工事を着工、2013年5月に住宅棟及び業務棟が完成し、2015年8月に商業棟が完成した。共同住宅、オフィス、店舗からなり、建築規模は地下2階地上40階建て全465個の住宅棟、 約5万2000平方メートル、商業棟、約2万1000平方メートル、業務棟、約1万7000平方メートル、吉野石膏の吉野社音システムを採用している。設計、管理は、日本設計、指向は、前田建設工業、デベロッパーは、積水ハウス、三井不動産レジデンシャル、日鉄工は不動産、住宅棟外装デザインの監修は、 三井純アソシエーツ建築設計事務所、株式会社が行っている。グランドターミナルタワー業務旨、本八幡江地区第一種市街地再開発事業の遠隔。ありがとうございます。